はい皆さんこんにちは、こんばんは GK です。今日なんですけれども、今日はは、えー、フォーカスドプレイヤー第6弾の総括やっていきたいと思います。まあ、育成価値だったり、通用する選手限定評価ということでね、えー、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、いつも通りね総括なんですが、さあ、この総括動画も、ちなみに、えー、厳しく見るというね影響が、えー、受けてくるんじゃないかなと思われる場所ですね。はい ま、正直、まあ、正直これも懺悔します。今まで、ちょっと気使ってました <laughs>。ちょっとね、正直甘く見てました。まあ、これ当然そうですよね。あの、評価動画も甘く見てたっていう話をしたんでね。まあ、ただ今回ね、皆さんからの要望を経てですね、えー、フォーカスドプレイヤーの第3弾かな。 から、えぇ、ー、結構あ、第3弾じゃない、違う違う。第6弾のパート3ね。ごめんごめん。第3弾じゃないです。あの、パート3の方ですね。第6弾のね。そこから、えー、評価基準をちょっとね、厳しめに、まあ広めにって言いますかね。まあ見ま、見るようになりまして、まあよりね、えー、幅が広がったと思います。で、総括動画に関してもですね、まあちょっとよりね、まあ今よりも、まあ今より、てか前よりは、まあ厳しい基準で、もっと絞って、 え、評価していきたいなと思います。まあ、なので、まあ、高評価の、例えばそうですね、クラちゃんとかリーグ分けてね、評価してるんですが、まあ、特におすすめだったりとか、まあ、一から育成する価値があるよっていうところのラインに関しては、ちょっとね、上がってるかな、気持ち。まあ、そのね、まあ、特におすすめじゃなくても、普通におすすめの選手とかも、まあ、ちょっと上がってるかなっていうラインがね、というところで、まあ、ぜひね、見てほしいかなと思いますで。特にね、クラちゃんの方は今回ね、フォーカスドプレイヤー、そうね、あの、ボナセン EP が消えましたからね、 まあそういう意味でもちょっとき、あの、厳しめに、まあ、なってるところは多少ね、あるんじゃないかなというところで、えー、今回もね、順にやっていきたいと思いますで。ちなみにね、今回まあどうせこのタイミングなんでもう一つね、ちょっと変えたいところがあって、まあ優秀カードランキングってやってたんですけど、ちょっとあれももやもやすんでもやめます。はい。まあ、なんでかっていうと、まあ単純にランキング付けは僕はまあ好きじゃないっていうね <laughs>。 だから分かりやすさを求めてやってたんですけど、結局、自分のやってることはちょっと矛盾してるので、まあ、あれもちょっとやめようかなと思います。まあ、そらくですけど、個別な評価とかはね、しっかりとすることによってですね、まあ、多分伝わってるところもあると思うし、なんならベストイレブン企画とかで、あのー、ね、上がってくる選手はね、結構いい評価ってこともすでにね、分かると思うので、もうそわざわざね、順位付けまでしなくてもいいのかなというところで、えー、今回を機にですね、えー、やめさせていただこうかなと思います。 なので流れとしてはリーグオススメ選手がまあ特にオススメオススメという順番で紹介してでその後あちゃあクラちゃんねごめんクラちゃんの特にオススメオススメというところでまず紹介をしてその後にリーグの1から育成してもいいぐらいの基準の選手たちを紹介してで次にまあ両選手とかキラとかがあれば育成ありかもみたいな選手を紹介して最後にまあ全体の,、ねまあそのフォーカスオプレイ第6弾の限定としての評価を、ね、最後にまとめとしてやって終わりというね 流れに、えー、なりますので、よかったら、えー、最後までぜひね、あのー、楽しんでいっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、早速もう事前説明もこれぐらいにしまして、えー、中身の方に移りたいなと思います。じゃあまずはですね、えー、順番通りやっていきたいので、まずクラちゃんから、はい、やっていこうと思います。ということで、じゃあクラちゃんのね、まずは特におすすめなところ、うん、稼ぎそうだなっていうね、 もうこのまま正直ボナセン解放してもいいんじゃないかなみたいな言っていいんじゃないぐらいの。まぁ、あ、ちょっと EP 乗ったらありなんじゃないみたいなね。うん。そういう選手たちを紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。こちらです。はい。えー、クラちゃんおすすめ選手の特におすすめ選手は今回は該当がなしとなります。はい。まあ、残念ながらということで。まあ、これは、まあそもそもね、さっき冒頭に言いました、ボナセン EP 消えたというところね。まあ、これがすごく影響あると思います。 まあ、例えばの話、これでも入ってくるだろうなって基準の選手は確かにいるわけですよ。うん。まあその、あいるっていうか、今回にいるいないじゃなくて、全体通してね。あの、例えばの話、ポストプレイとかですごく価値あるんですよ。だからパーフェクトポストプレイヤーとかを持った選手とかだったら、なんならこっちに入れてもいいんじゃないかなとか、そういうなんか、すごい特化したスキルとかを持ってる選手が、統合スドプレイヤーでね、出てくれば今後ここに入ってくると思うんですが、まあ、それなりのスキルじゃちょっと入ってこないかな。例えばの話、A スキルが50、50とかね。 うん、でしかも発動もそれなりに期待できそうだ。例えばの話、あのー、タクティカルインターセプトと例えばそうねソリッドガーディアンとか、うん、<laughs> 中盤のカリウドと、うん、だタクティカルインターセプトとかまあね守備だったらこんなところとかまあそれぐらいね仕上がり良ければ入ってくる可能性ありますが該当はねあんましないんじゃないかなとそういう意味ではね。 はい。ということで、えー、今回はね、残念ながらここ、該当なしということで、まあ、ただ、おすすめ選手はね、その分増えそうだなというところでね、えー、ぜひ、この後ね、拾っていっていただければなと思うんですが、まあ、今回は該当なしということで、一旦ね、ここは締めさせていただきたいなと思います。では、続きまして、えー、おすすめな選手ということでね、はい、やっていきたいと思います。まあ、ここはね、何人いるかなというところなんですが、じゃあ、早速見ていきましょう。こちらです。 はい、えー、クラちゃんおすすめな選手ということでね、ここ14人挙げさせていただきます。はい、まずはグレード98、山口蛍選手、えー、グレード97、ダウン選手、グレード96、えー、ホイブラーテ選手、えー、グレード95、井出口選手、グレード94、西村拓真選手が、まあ、グレード93、斉藤選手までかな、ここまでピックアップですね。まあ、なんだかだピックプの選手、結構ね、やっぱり A スキルに持ってる選手をね、特にね、おすすめに挙げてるわけなんですが、皆さん結構ね、E スキル構成してて、 まあここは軒並みこちらにはね入ってくる対象にあったかなと思います。で、他にもピックアップ外にもですね、まあ93の泉選手だったりとか、渡辺龍馬選手、ジェイゴ選手、藤原選手、安部選手、西澤選手、鈴木選手、白井選手あたりかな。というところが、はい、入ってくる形になりました。まあ順にね、触れていくと泉選手はね、ライトニングクロスをね、機に。あとはまあハードタックルとテクニカルドリブルかな。これ結構ね、発動がどれも軽いので、稼げるっちゃ稼げるんじゃないかなというところで、ここですね。で、渡辺龍馬選手もドロップキラーパス、えー、テクニカルかな。 これもね、全部、まあ、ある程度スキル構成としてね、軽いものにはなりますので、まあ、ある程度ね、発動は見込めるかなというところですね。まあ、ただね、えー、フォワードなんでね、シュートスキルまでいけるかどうかというところが鍵になってくると思います。で、ジエゴ選手がガーディアンインターセプト、多分アリクロスかな。うん、そんな感じだったと思いますが、まあ、これもね、スキル構成どれも軽いんで、で、しかも A ガーディアンなんでね、結構稼ぎやすいかなというところです。で、藤原選手も確かガーディアンインターセプト、 ヘディングやったっけな <laughs> でも確かそんなやつだったと思います。はい。これも A ガーディアンだったと思うんで、まあ、稼ぎやすいかなって感じですね。じゃあ安倍選手がそれかな藤原選手もなんかそうやった気がするけど、まあ安倍選手も同じですね。考え方的にはね。はい。で、西澤選手もライトニングクロス、えー、テクニカルドリブル、ビルドアップブレイクでしたっけ <laughs> でも確か結構稼げる組み合わせだった。結構理想系のね、ウィングの理想系のスキルしてたんで、まあ、これまで、ね、ありだなと思います。 でも鈴木選手、白井選手はね、ここはもうシュートセーバー持ちなんで、うん、単純にゴールキーパーとして、器用はありなんじゃないかなというところで、はい、入れさせていただいてます。まあ、こういった選手たちがね、まあ、おすすめの選手たちとなりますので、まあ、EP がついた際はね、ぜひ、えー、ここはね、クラちゃんに、えー、舵を切ってもいいんじゃないかなと思いますので、よかったら試してみてください。まあ、特にね、えー、グレード95以上の選手はね、AAB スキルなんでね、あのー、まあ、やっぱ A と B の差ってね、全然あの、EP 稼ぐ量違いますからね。 まあ、特に有利なところあるので、まあ、ぜひね、EP によったときは、クラチャンで使ってみてください。はい。ということで、クラチャンのお話は以上になりまして、ここからはリーグのおすすめ選手に移っていきたいなと思います。リーグの方ですね、まずは、1、えー、からでも、まあ、育成価値のある選手というね、あの、くくりで、えー、最初にね、あの、大当たりな選手たちね、はい、紹介させていただきたいと思います。では、見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、1からでも育成価値ありな選手としては、ここ3名上げさせていただいてます。まずは、グレード96の、えー、マリウス・ホイブラーテン選手、えー、グレード93、泉選手、グレード89、安部選手、この3人を上げさせていただいてます。はい。ここはね、上げた理由としては、まあね、えー、まあ、マリウス選手、まあ、ホイブラーテン選手は、うんまあ、ここはね、まあね、えー、ちょうど1日前ぐらいの動画でね、センターバックの あのベスト11ね、決めるあの各ね、トップ5の、まあ、ポジショントップ5でやってるわけです,ですけど、まあ、そこでもね、2位というね高水、高水準な成績で出しましたが、まあ、これがね,盛り上、まあねあの、物語ってるんじゃないかなと、まあ、センターバックでも現状トップクラスのカードなので、特にリーグ面おすすめかなと思います。で、泉選手、まあ、ここはね、最近サイドハーフが増えてる中で、まあ、攻撃にはちょっと寄ってますけど、能力値とかね。 スキル構成的にはね結構理想なスキル構成しているので、まあ、ここはねサイドハーフ使うんだったら、1からでも育成しても面白い選手だと思います。でここ89だから、阿部選手ね。阿、は、部、い、選手ね、守備スキルがねガーディアン、インターセプト、ヘディングかな。この3スキルしっかり持ってまして、しかもボナー戦ディフェンは、ね、あの持ってるとで。ディフィンの基礎値も結構高いということでね、1500くらいあったと思うんで。 まあ、それ全部ね、含めて、まあ、やっぱりね、あの、能力値もそうですけど、スキル構成も素晴らしいので、まあ、これセンターバック困ってるんだったら、一からでも育成する価値は十分にあるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、えー、ここら辺の選手たち、狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、どの選手たちもね、まあ、特にまあね、泉選手以外の二人かな、ここポジションセンターバックなんですけど、やっぱセンターバックというのはね、あの、守備固い選手が好まれますので、はい、ここは、まあね、これ、まあ、正直、一から育ててね、 あの、センスつかなきゃいいやじゃないですからね。あの、位から育ててセンスもつけつつでも育てる価値があるっていう意味だからね。はい。センス全くつけなくても活躍するよとかそういう話じゃないんで、あの、しっかりとね、こだわってはいってくださいね。はい。まあ、育てる段階で何も素材がなくても育てていいよって話だからね。はい。ということで、そこは誤解しないように、はい。気をつけてください。ということで、えー、ご覧の3選手ね、あの、挙げさせていただきましたので、まあ、よかったら、えー、ぜひね、育成してみてください。 はい。じゃ続きまして、えー、リーグおすすめ選手の中でも、両センスキラーあれば育成価値があるかもなっていうところの選手たちですね。はい。紹介していきましょう。こちらです。はい。えー、ご覧の10選手を挙げさせていただきます。えー、まずはね、左から、え口、ー、山口郎選手、ダワン選手、井出口選手、西村拓馬選手、渡辺龍馬選手。で、右が、えー、ジエゴ選手、藤原選手、西沢選手、鈴木選手、白井選手。この5名、5名の10名ですね。はい。挙げさせていただいてます。 ま、ここはね、さっきのあのー、クラチャンとことかぶってる選手が、ま、多々多いと思うんですけど、はい、ここら辺の選手たちですね。ま、あスキル面もね、ある程度良くて、ま、あ能力値とか手こ入れすれば、十分、ま、あ現環境でも、ま、通用するんじゃないかなという選手たちですね。はい。ま、あ本当にね、質がいい選手、ま、あ最近ね、フォーカスドプレイヤー、スキルからね、多いんですが、ま、あ今回ね、結構 CMF の選手がね、多かったというところで、CMF の選手って結構ね、あのー、能力値割れしてるんですよね。 まあこれは別にいいと思うんですよね。あのオフェとディフェそれなりのステータス持ってる。ただね、まあ、そのどっちとも通用させようと思えばね特にね、あのー、やっぱりどうしてもテこ入れがいるし、ボナセンだけでは賄えな,ないところがどうしてもあるので、やっぱりこっちの枠になってしまったんですが、ただ仕上がりさえすれば結構質が高いと思います。はいまあ、特に山口蛍選手、まあ、ダウン選手も一応入るかな。まあ、井出口選手、山口蛍選手あたりかな。この2人に関しては、まあ、シュートスキルもしっかりといいの持ってますし、かつ、まあ、守備もしっかりとできると。 で、これどっちも極まればね、うん、本当に素晴らしいあの中盤の選手になると思うんで、まあ、それこそね、チームの要とかになれるぐらいの存在だと思うんでここはもう仕上がったらはい、まあ、全然あの、ね、もう1個さっき前に紹介した選手とかとも負けないぐらいの価値は、えー、十分にあるかなと思います。まあ、ダウン選手もね、ちょっと守備寄りではありますので、まあ、ここもまあ悪くないんですけどね。 まあもう一、ランク欲しいかなっていうところね。うん。まあ悪くはないです。まあ守備スキル、まあちょっとね中盤寄りなんでね、ちょっとスキル面の方がね、どっちかっていうとね、こっちに落ちちゃった原因なのかなっていうところもあるんですが、まあただね、能力自体ね、仕上がれば、まあ特にディフェンスですね。まあ守備スキルはある程度しっかりしてるので、まあそれをね、うまくいかせるようなカードになると思うのでいいと思います。 で、まあ、西村拓馬選手と渡辺龍馬選手は結構似てるんですけどね。まあ、ここもスキル強化とか、まあ、キラとか、まあ、そういうもう一押しあれば、あの、自信持ってね、使えるんじゃないかなというところで、ここの枠に入ってます。で、まあ、ジエゴ選手だったり、まあ、藤原選手だったり、まあ、守備陣かな、ここの二人ね。まあ、能力値もね、そんなに低いわけじゃないですが、もう一ランク欲しいね、もう一ランク上、欲しいかなというところですね。もう一押しあれば、この二人も、うん、まあ、結構いい感じのレベルで使えるようになるかなと思います。 で西澤選手もね、一応まあこっちに入れましたけど、正直ね、まあね、もうウィング困ってたら入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、この中では比較的ね。まあ、そのウィングのね、クロスターっていうのはあんまりまあ、ここの他のポジションに比べて能力値そんなに、まあ、あった方がいいですけど、当然競り合いとか発生するんでね、あった方がいいんですけど、まあ、なくても活躍ができる選手なんで、まあ、ここは、はい、ウィング困ってたら左ウィングとかで、ぜひね、使ってあげてほしいです。で、鈴木選手、白井選手はね、ここ、スキル強化の価値とか、まあ結構やっぱりゴールキーパー今大きいんでね、 まあそことかがついてくれば、まあ、即でも育成してもいいんじゃないかなって感じがしますので、まあ、そういうところをね、こだわって、え、ぜひね、まあ、どっちかというと、育成してからつけるというよりは、ついたから育成するというのが結構向いてるパターンの選手たちかなと思います。ので、え、ぜひね、いいセンスとかついたら、まあ、検討してみてはいかがかなと思います。まあ、スキル面ね、どの選手も、まあ、言えることなんですけどね、素晴らしいスキル面を持った選手が揃ってますので、ぜひね、いいカードに手に入ったら、仕上げてあげてほしいなと思います。 はい。ということで、ここまでね、えー、クラチャンリーグ両方の、まあ、おすすめ選手ということでね、それぞれ紹介していきました。まあ、ちょっとね、前回よりも厳しめになってるので、まあ、ちょっとね、今までだったら入ってそうな選手が入ってなかったりとか、うん、まあ、そういう選手もね、多分中にはいると思うんですが、まあ、これがもう素直な評価かなと思います。はい。まあ、ただ、ここに上がってないからって言ってね、まあ、極端にすごい仕上がれば使える選手とかも当然出てくるんで、ある一定の話ね、これ、常識の範囲内って言ったら違うけど、 あの <laughs>、例えばの話ね、あの、シュートスキルそんなにパッとしない選手でも、オフェ3つとかついちゃったら、それはね、ちょっと考えないといけないね、なっちゃいますよね。まあそういう話はちょっと一旦省いてって話ですね。まあそれになっちゃうともうここに全員入ってきちゃうからね、下手したらね。はい、ということで、ある、ある一定の部分ね、はい、に、えレベルは上げて、え区切らせていただいてますが、まあより近いってことね。まあ結構当たりカードの中でも、まあ、もう一押しあればっていうラインなんでね、まあそこはちょっとご理解いただければなと思います。 はい。ということで、うんー、まあ、ここね、まあ、この後ですよ。結局はね、総括ということで、総括とはね、やっぱりあの限定の評価ってことなんでね、まあ、今回のフォーカスドプレイヤー第6弾の限定としての評価をね、最後ね、あのー、まとめた上で、えー、お話しして、えー、この動画締めたいと思います。では、えー、フォーカスドプレイヤー第6弾の今回の、えー、限定評価は、えー、どうなったのか見ていきましょう。こちらです。 はい。ということで評価なんですが、えー、グレード高い選手が CMF 付近に多数排出と。で、433B 環境には適さない選手が多いっていうのがね、まず一つですね。はい。まあ、これはね、水見選手とかもそうですけど、まあ、サイドハーフの選手とか、まあ、あと、まあ、そこだけじゃないけど、渡辺龍馬選手、西村拓馬選手みたいな、結構、シャドウとかでも使えそうな選手とかがね、いたりとか。うん。まあ、そういったところで、結構 433B 外のところでも活躍できそうな選手が、ちょっと多かったかなっていう印象ですね。はい。 まあただですよ、これ新たな可能性を探るには面白い人選であったと思います。まあ本当にね、これちょっと前々から言ってますけど、まあ前々、まあ正直今回の第6弾だけじゃないですけど、第5弾、第4弾とかもそうですけど、ちょっとね、フォーカスドプレイヤー特にね、あの、変えてきた、まあ変えたいんだろうなっていうね、環境まあ要は 433B 以外にも可能性を持てるようなゲームにしたいんだろうなっていう運営者の気持ちはすごくわかります。はい。まあそういう出方をしてるっていうことは皆さんもやっぱりユーザー側として考えないといけないことがありますよね。 これどうなるかというと、環境を変えたいっていうね、その願いが通じれば、当然、まあその、もしかしたら 433B よりも他の環境が来る可能性があるということですね。やりすぎちゃうかもしれないからね。<laughs> まあそれこそね、今トラップスキルが来てシャドウが使いやすくなったとかね。まあそういうのもいろいろ見てると、皆さんもちょっと感じてるとこあると思いますが、433B に片はめして育成してるようじゃダメなのかもしれませんねというところも、まあちょっと頭の中に置いてね、これからの、まあ特にフォーカス系の限定とかそうだと思うし、 まあ、あとはその、ポジションが限られてない限定とか特にそうだと思うんですが、そういうところもちょっと組み取りつつね、まあ今後ね、まあもしかしたら、その手に入った選手によってはですね、433B ではなくてもしかしたら3号に使った方が活かせるかもしれないし、まあ442とか、まあ四3 4 3とかね、まあ433以外のね、褒めとかも生きてくる可能性があるし、なんなら433でも B 以外のね、まあ例えば C だったりとか E だったりとか、あ、違う違う、D かな <laughs>。 E、D、e、はあるかな ?E はないかな ?D、C、D、まあ、A だったりとかね。まあ、A 褒めも最近結構使いやすくなってると思いますけどね。トップ下の選手とかね、結構強い選手多いですからね。TSS 始めてね。初めにしてね。うん。ということで、まあ、結構いろんな褒めがね、使える環境になってきてるんだなっていうのを感じつつ、うん。まあ最近のね、まあ、J クラ楽しんでいる人も多いんでしょうが、まあ、それをね、感じてない人はね、うん。まあ肝心なことを見落とす可能性があるので。 まず、あ、そこはね、一応ちょっと頭の、ね、片隅にも置いていただければなと思います。で手に入った選手をデッキに組むときに頭でっかちにね、4、3、3、B 固定するんじゃなくて、もしかしたらそのサイドハーフで行かせる選手とか手に入ったときはちょっと3、5に試してみるとかね、まあ、そういったのをいろいろね、今後は検討していってもいいんじゃないかなというね、ところの、まあ、先駆けに、まあだいぶね、なってきてるカードが多い中で、ま,あ、まとめて出たのはね、ここが結構、 うん、これだけ出たのは多分初めてだと思うんで、まあ結構ね、はい、環境が変わってくる可能性がね、これを機に十分にね、またあるんじゃないかなと思います。まあなのでそこはね、もしかしたら今現在の評価よりも、今後振り返ってみたときに、あ、ここいいカード出てたねってなる場合の方がちょっと多いんじゃないかなと思います。なので一応現環境に当てはめたら、まあ評価としては5分の3.5になりますが、もしかしたら後で評価すると、この子4ぐらいあったよねとか、まあそういう話になる可能性がありますので、ぜひね、皆さんもね、 そういうところの可能性もね、今回の限定とかで、そういった選手を手に入れたときは、ぜひね、探ってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、えー、今回のね、あの総括の動画は以上となります。まあ、ある意味ねあの、ポジション人生からね、ちょっと面白い6段、えー、だったと思います。 まあ、毎回毎回ね、フォーカスのプレイヤーもね、それぞれ特徴があると言ってますが、まあ今回の特徴としてはね、そういう中盤の選手のね、結構強化度が多かったというところで、まあちょっとプレメとかがまた遠のいたのかなと思いますね。はい。ということで、まあね、もしかしたら後半の限定は、まあ前の方かなとかね、結構後ろもね、いい選手出てましたからね、まあこういうラーテン選手含めてね、前の方がちょっとまだやっぱ薄かった気がするんで、なんかスナイパーかな、ジョーカーかなとかね、まあ探りながらぜひね、今後の限定前線も楽しんでほしいなと思います。 では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ